2020年撮影セルダーレン・ディアロは、ギニアの経済学者、政治家、フラニ族。2004年から2006年まで、ランサナ・コンテ大統領の下で首相を務めた。現在、ギニア民主勢力連合の党首。ディアロは1952年、ラベで生まれ、コナクリ大学へと進学し、さらにパリで、経済学を学んだ。 1976年には貿易検査官となり、1982年にはギニア外国貿易銀行へと入社し、1985年から1995年まではギニア中央銀行で働いた。1996年10月には入閣し、運輸、通信、観光大臣を務めた。1997年10月にはインフラ大臣。 1999年3月12日には、公共交通大臣。2004年2月13日には、漁業水産大臣をそれぞれ歴任した。2004年12月9日、ディアロは、コンテ大統領によって、しばらく空位となっていた首相に任命された。ディアロはフランス語に加え英語も堪能で、コンテ政権の運営に大きな役割を果たしたが、 やがて政権内部での対立が起き、2006年4月に、ディアロは首相を解任された。ゲアした後彼は野党に参加し、2007年11月8日、ママドゥバの公認としてギニア民主勢力連合の同首となった。2009年9月28日、コンテ死後に、クーデターで政権を握っていた、ムーサダ・ディカマラへの抗議集会にディアロは参加したが、 カマラが軍を投入して、デモを鎮圧し157人の死者を出した。この際、ディアロも負傷し、軍によって連行された。その後2009年12月3日に、カマラが銃撃され、公認にセクバコナテが就任すると、大統領選挙が実施されることとなり、ディアロも立候補した。2010年6月27日に行われた第一回投票で、 ディアロは、プルジンの支持を集め得票率43%で、トップとなったが、過半数を下回ったため、第2位のアルファコンデと、決選投票を行うこととなった。2010年11月7日に行われた、決選投票では、3位以下の候補の票を集めた、アルファコンデが僅差で勝利したと15日に、選挙管理委員会が発表したが、ディアロは、 この結果を不服とする声明を発表し、即日首都、コナクリなどで暴動が発生、11月17日までに7名が死亡し、コナテ暫定大統領は非常事態宣言を行った。しかし12月2日、ギニア最高裁判所が選挙結果を認め、ディアロの抗議を退けたため、ディアロは敗北を認め暴動は沈静化した。 2021年9月に発生した軍事クーデターでは国際社会がクーデターを起こした国軍を非難する中でディアロはクーデターの支持を表明した。ありがとうございます。